はい、スタダでございます。上司が教えてくれない営業のコツ。今日はお客さんに時間がないから早く本題を教えてと言われた時の対処法についてですね、お伝えをしていきたいなと思います。まあ、結構その営業やっていくとアイスブレイクをしてヒアリングをしてプレゼンをしてクロージングしてみたいな形で、まあ、営業したいというか、まあ、そういう流れで話をしようとしている人ってすごく多いと思います。で、最初の雑談からコミュニケーションを取って、まあ、仲良くなってからいろいろ教えてもらってプレゼンしていくみたいな流れが、まあ、理想の形といえば理想の形なんですけども、まあ、飛び込みとか、まあ、テレアポでも初回の訪問とかで行った時に結局何しに来たのみたいなことをお客さん側から言われてしまって、でそう思っているお客さんで言ってくれない人もいるわけですよね。結局なんか話長えなとか、結局この人何なんだっけみたいな風になってしまってるケースが結構多くて、で結構そのズバッと本題早く教えてくれるみたいなことを言ってくれるお客さんの方が実は親切だったりみたいなこともあるわけですよね。で、まあそういったことを言ってくれないでそのままその場を終わったお客さんっていうのは基本的にその後のアポイントくれなくなってしまう可能性も高いので、まあ、お客さんには本題はみたいなことをいかに思われないように、まあしっかりとまあ意味のある提案をしていくかみたいなところが大事になる、コミュニケーション商談をしていくのかが大事になってくるということですね。で、じゃあそのアイスブレイク雑談をしたいんだけどもすぐ本題を教えてよみたいなことを言われてしまったケースっていうのは、まあ、何が問題かっていうところを今日まず解説をしていきたいなと思うんですが、まずその商談における目的が不明になっていると。まあ、この商談何のために設定されているのか、何を話すために打ち合わせをしているのかみたいなことが、まあ、中プラリンになってしまっているまま打ち合わせというか雑談を始めてしまったっていうところに問題点があるということですね。なのでお客さんが打ち合わせをして、打ち合わせで自分に時間をくれた理由っていうのは、何か問題や課題の解決がしたい、何かを実現したいと思っているからアポイントの時間をもらえているということなので、まあ、本当の本音で言ってしまえばですよ、営業と別に雑談したいから会ってるわけじゃないんですよ。まあ、友達じゃないですからね。あくまでそのビジネスにおける関係って考えた時には、何かを成し遂げたい、実現したいから会ってくれている、その前提の確認すり合わせができてない段階で雑談しちゃってる営業って結構多いんですよ。なのでそこの前提確認があって、お客さん側も、あ、この人こういうことやってくれるかもしれないんだっていう期待値があって、初めて、まあ、雑談をしていろいろコミュニケーション取ろうかなっていう気持ちが生まれるので、まず営業がやらなきゃいけないことっていうのは前提の確認、前提っていうのはお客さんがまず何をやりたいのかっていうことの確認がないまま、いきなり雑談したりとかヒアリングしたり、まあ、当然プレゼンしたりしても、まあ、意味がないですよということですね。なので営業におけるこの商談の目的共有っていうことは、これはもう会議とか何でもそうなんですけども、人と何かを話したりとかミーティングをしたり会議をしたり打ち合わせをするときには、何のためのこの時間なのか、何のためのこの場なのかっていうことをしっかり意識してお客さんとコミュニケーションを取らなきゃいけないですよということが、今回は一番お伝えをしたいポイントということですね。なので、まあ今回お客さんから、まあちょっと忙しいんで本題何みたいなことを言われてしまったっていうところ、まず原因を考えると、この打ち合わせ、この人は何ができる人で自分に何をもたらしてくれる人かっていうことをすり合わせをしないまま会話を始めてしまったっていうことに問題点があるということですね。で、そのすり合わせができている前提でちょっと次のステップを話しさせてもらうと、まあちょっといろいろお伺いさせていただきながらお話しできればと思いますが、ちょっと雑談なんですけどみたいなことで、その雑談と目的っていうところがリンクしない雑談になってしまっていると、結構お客さんからしてもストレスになるケースが多いです。もともと関係ができていて、相手の趣味が分かってるとか、相手の好きなことが分かってるみたいなことが理解ができているとか、知っていればそういった話をすれば相手との共通の話題になるので、相手側も興味を持ってくれる可能性はもちろん高いんですけれども、そうじゃない場合ですよね、本当に初回の訪問とか飛び込みでみたいな時に、ちょっと雑談なんですけどねみたいなこと言われても、いやいやいや、何なのお前ってなっちゃうわけですよ。なので関係ができてから本当に何にもない雑談っていうのを始めた方がよくて、最初の方の初回訪問とか、まあ、2回目3回目の早い段階での商談や打ち合わせとか飛び込み営業の時っていうのは、雑談っていうのはただ単に本当に雑談じゃダメなんですよ。詳細とか自分がやっていることとかにつながる雑談をしなければいけなくて、じゃあ何を話すべきかなんですけど、自分のことなんですよね。なので自分のことっていうのは、自分が今どんな仕事してるかとか、自分がどういうことやってきたかみたいなこととか、自分の失敗談みたいなこととかを、まあ、自己開示をしながら自分のことを知ってもらうことと合わせて雑談を組み合わせていった方が、お客さんとの距離は近づきやすいですし、雑談に意味を感じてもらえる可能性が出てくるということですね。結構私が営業で雑談を最初に、まあ、関係がまだ浅いお客さんと雑談するときっていうのは、先日御社と同業の他社さんと採用のお話させてもらったんですけどねみたいな形で、競合他社というか自分が担当してるお客さんから聞けた話っ
とかですね、ネットでちょっとこんなこと調べたんですけど、御社どうですかみたいな形で、その業界であったりとか、自分の商材、扱っている商材サービスでできることとかですね、関連するネタ、ニュース、時事ネタみたいなことを話にきっかけにしていただくと、お客さんも、あ、この手の専門家なんだなとか、あ、こういうこと詳しいんだったらすごく助かるなっていうふうに思ってもらえる確率が高いので、雑談っていう言葉に流されてですね、本当にまあ、雑学じゃないですけども、何でもいい話をしてしまうと、結構お客さんからすると、まあ、話す意味がなくなってしまうので、そういうことはないようにしましょうねっていうところもちょっとお伝えしたかったポイントでございました。はい。ということで、お客さんからこの本題入ってと言われてしまう時の、まあ、対処法というか考え方なんですけども、まず商談や打ち合わせに関してでいけば、会って話をする場に関しては、まず目的共有しましょうねということですね。何のためにこの場があるのか、この打ち合わせがあるのかっていうことをまずちゃんと伝えましょうっていうのがポイントの1個目。です。で、それでもお客さんに言われてしまう場合っていうのは、その雑談の仕方に問題があるケースが多いので、雑談に関しても本当に何でもいいっていう話ではなくて、自己解除をベースにした雑談、特にその仕事に関連するとか、なんだろう、他のお客さんの打ち合わせの話とかですね、ニュースとか時事ネタみたいなところを持っていって、お話をコミュニケーションのきっかけにしていただけると、お客さんからすれば、ああ、笹田さんってこういう営業なんだなとか、笹田さんやっぱこういうこと詳しいんだなっていうふうに思ってもらえるので、雑談も、本当に雑談にならないように気をつけていただければというところが今日お伝えしたい内容でした。今日の動画参考になった勉強になったなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン押していただけたら嬉しい限りです。本日は以上です。